はい、こんな簡単なのか。はいさー、はい、あーあるかも、マジブルーレジェンドかもしれない。じゃあ結局納得できる負け方っつうのかな、負けてあれだから負けたのはしょうがないよねっていうふうに思いたいわけですよ、打ってる方は。で今だったらブルーレジェンドだったかもしれない、で追ってみた、実際ブルーレジェンドだった、でブルーレジェンドじゃなかった、まあ、結果はいろいろありますけど、まあ、そういうなんかね、こう投資をする理由を欲しいわけですね。結果勝つか負けるかはその後の展開ですけども、そういうのを作れる台っていうのがやっぱり人気種になるわけで、番長はね、まあ、このブルーレジェンドだけ取ってもいい台だと思いますよ。さあ揃うか、揃ってほしい、揃わない、終わんの青が。ここで青終わられるとすごい嫌なんだけど、ブルーレジェンドかもしれないっていう状況なんで、次当てるまで追わなきゃいけなくなるじゃないですか。あーよし、来た、危ねえ、危ねえよ、ほんと。終わった、終わりました、終わってしまいました。 AT に入れなくてはいけない局面で終わってしまいました。 A から天国行ってくれんかな、一発で。はい、あー赤だ。さっきのボーナスで、終わってた、ブルーレッドが終わってたか、鼻から入ってなかったかどうした。残念でした。モード移行の詳細が、まあ、今日先ほども言いましたけど11月2日の収録でして、現時点ではモード移行の詳細は分かってないんですけども、100ゲームに入って、雫に行ったってことはチャンス役引かずに天国から今回 B に落ちることもあるのか、あるいはさっき A で連チャンしたと、天国で連チャンしたと思った、これの前のボーナスですね、80何ゲームで当たったと思うんですけど、あれが実は A でたまたま早い当たりを引けたっていうだけなのか、もういずれかだと思います。それか、まあ、何らかのよくわからないですけど契機でたまたま内部状態が広角に上がってで100ゲーム過ぎにステチェンが、タイミングよく起こったか、まあ、その3通りかな、考えられるとしたら。お隣さんが見たことないステージ行ってますね。当たってる、全長確定ステージなのかな、あれは。轟がね、山頂というか、なんかよくわかんない、とんがったところの先っちょに、ふんどし一丁で腕組みして立ってましたね。後ろがなんかちょっとピンクのような、紫のような、不思議な色の空でした。あれは。さあ
オスベルちゃんでございます。本日2度目。あ、熱そう。熱そうというか熱い。そろそろ会議室行くか。それとも直で告知が入るか。おー、来た。さあ本日2度目の、オスベルで仁王門です。まあ、なんで2分の1なんで、どっちかっていうと偶数設定の可能性が高いということですね。さあこれで銀の門が、銀というのが正しいのか分かんないけど、出てくればよかったんですが、弱い方でした。おお、あ、1番やった。あ、フリーズしてた。フリーズしてたのか、気づかないでフリーズしてた。よーし、いただきました。いただきましたよ。214ゲームでいただきました。残念。ただここから青に行くこともあるらしいから、ちょっと期待したけど赤でした。さあどうしようかな。ミーモで行きます。でチャンス目の前兆が残ってるはずなので、あのチャンス目が当たっていればここでボーナスが出てくると思うけど、挙動的に多分これダメだね。これセットなのかな。弁当の後乗せとかってで隠れる。あ、でもなんか弁当とジャックチェリーはその場で乗せるの以外に薄い抽選があるっていうのを見ました。なんか当選率が 1% とか 2% とかそんなレベルなんですけど、それに当たると一回全部ゲーム数消化した後にこう出てくるっていう話なんで、今のがそれなのか。な？どうなんでしょうね。お？ボーナスか？あ、ボーナスだ。あ、違う、ボーナスじゃないや。スラッシュだ。さっきね、リプレイで、あのなんかちょっと派手な演出だったんで、そうだね、あれが来るとき、大抵スラッシュの前兆というかね、当選してるっていう合図です。さあ、ここでなんとかしたい、なんとか頑張りたい。やばい、終わる、これ、ダメだぞ、終わらせて、ここ。終わっちゃまずいっすよね、これね。3000枚届かなくなるよ、これ。あー、12、11、あー、終わる。よーし、来た。10ゲームか。まあでもちょっとつながったんで、よしとしましょう。でもいただきスラッシュ中じゃないと
いただきダブルスラッシュに行くことがほとんどないので、なんか8万分の1とかそんなんですよね。 AT 中に、いただきスラッシュを引く前にダブルスラッシュに突入するとか、そういう確率っていただきスラッシュ中も、まあ、そんな簡単にダブルスラッシュいかないんですけど、まだ圧倒的にこの最中の方がダブルスラッシュにつながりやすいので、ここでなんとかねダブルスラッシュ体験してみたい、というかまず上乗せしたい、ささやかな望みです。勘弁してよ、終わっちゃうよ。ラスト50ゲームの AT を乗せただけでした。まあその間にここのね、あの間だけ2倍で溜まったっていうのと50ゲーム AT が上乗せできたっていうだけでしたね。あ、今まで引いた中で一番しょぼいな、今までのスラッシュの中で。はい、終わり。妙門にも行けず、まあでも550枚取れたからね、よかったんじゃないでしょうか。まだなんか暑いですね、この前兆。このまま鉄板って言いそうな気がするぞ。行かねえんだ。おお、来た。敗北を知る、己を知る。叶わなかった願いとともに歩き出そう。これは続けば続くほどですね、多分。あんまり見たことないから断言できないですけど、ああ行っちゃった。まあでも初期段階というか序盤でも熱いと思う、十分に。あ、チャンス目。あ、当たりだ。当たりました。チャンス目対応でチャンス目が出ませんでした。さあ、これは引き戻しなのか、それともボーナスなのか。引き戻しました。さあ、これはもうまさしくいただいたんじゃないでしょうか。高設定の据え置き、濃厚になってまいりましたね、これ。誰でやろうかな、たまには雫でいきます。この大事なその500ゲーム台のところで、なぜ俺は雫を選んでしまったのかと今ちょっと後悔してます。ここは轟が一番良かったんじゃないかなと。その内部的なそのマップの移行みたいのをね、見る上では雫なんか普段全然選ばないから、もう何が熱いのかもよくわからない。ただもうすでに、当たってればですね、マップの抽選で当たってれば、その前兆が何だろう、 AT の残りゲーム数はみ出た場合短縮されてここで当たりますからね。当たんのかどうなのか、全然当たんなかったね。
何も何にもなかったです。何にもなかったです。引き戻したけど、盛り上がったけど。さあ、そしてチャンス役を引いてないのに雫ステージにいるってことはどうなんでしょうね、これね。やっぱそうなのかな。今日の収録ホールが番長10台あるんですけども、僕一番ボーナス回数少ないですね今のところ。まあ、5回ですからね。それはビリだよって感じもするんですけど、ちょっと少なすぎますね。2ゲーム連続お弁当です。そして今何取った、何取ったか分かんないけど稲妻です。もしかしたら弁当会場あるかも。これ弁当会場なんじゃないですか。あしゃー交渉。さあどこまでいくか見ものです。ここでこれチャンス目引いてんのかな。違うか、まだいってる。あ、今のはチャンス目が出なかったから継続したってことか。多分そういうことですね。あー、3人撃破で終わりです。3人撃破って何だろう。さあ何が出てくる。青出た。弁当会場だと思います。何ゲームだ。ゲーム数クリアされちゃったか分かんないですね。700ゲーム台です。いやー長かった。ここはダメだぞ。ここスルーさせちゃったらダメだぞ。あー何選ぶかな。ここでミーモでいきます。残り時間を考えますと、ここでいただきラッシュに入れないと、3000枚プラスがかなり厳しくなってきますね。ラストゲームでチェリー弱い方だ。続かないかな。60ゲームよーし、危ねえ。心臓に悪い。全然ダメですね。おーた。あーびっくりした。いただきラッシュでございます。で、B で当たったと思うので、まあ、間違いなく B で当たったので、天国も期待できますね。ボーナスの、連チャンがいただきラッシュ中に引けるのではないかと思います。 B ループが一番最悪ですからね。Bをループすることだけはやめてもらいたい。
何でいくかな。この日が一番やれてる気がするんだよな今日。これは当たってくれていい局面ですよ。これはこれは当たってる下じゃないのかな。あ、違った。でもリーチ目が出たりするのかな。あ、リーチ目ですよ。さあ、ボーナス確定でございます。ここでまた青が欲しい。あー、結構当てたんだけどな、最終つかなかったな。こっから赤って揃うのか。揃うんだ、普通に揃うんだ。あ、止まったらワンカクってことなのか。だから止まらないのかな、そのボーナス中とか。そういうことなのかな。ただ今の、お、早い。おー、いいね。弁当赤青から右上がりで青が揃うと超番長ボーナスになってしまうので、青が揃う場合は下段に揃わないと思うんですよね多分。だから青以上の告知が出た上で左に弁当赤青が止まったら超番長のワンカクワンリール確定目ではないかと今と思いました。さあ、来てない。あ、消えない。今7ゲーム消化して消えなかったんで、来るだろうと思った。やっぱね、あ、滑りました。なんで滑るんですかね、なんで止まんねえんだろう。はい、30ゲーム乗せでございます。30ゲーム乗せていただきラッシュに復帰でございます。お、そうだ、これ忘れてた、40でございます。はい、10個溜まったよ。あ、お、あ、これか。え、これ、ちょうだとこれなんかもう一個上行きそうだよね。あ、行った。ここで強チェリーってどうなんだろう。関係ないのかな別に。50ゲームやりやした。で、今のはどうなの、後で乗るのかな、後乗せに回されるってことかな。どうも、いかない。824枚で終了です。引き戻しがあるのかどうか期待します。
でかっ、こんなでかいのあるんだ。これは当たるよ。はい、戻しました。またいい台ですね。さあ、AT 始まって直後に200のゾーンでございます。厳しそう。200ゲーム台でボーナスを引くのはもう多分無理かな。お、止まった。何が来る。なんだろうこれ。これですかね。違うかな。それでも200のゾーンのあの抽選かな。まあ、いずれにしても引けました。やりました。どうだ。はは、ついた。青行きました。確か AT 中のボーナスでここからもう6個貯めると絶頂行くんですね。確か通常じゃ超番長だったと思うんだけど、まあそういう心配しなくていいよね、たまんないから。さあ青ならです。やっぱこっちは滑るよね。赤を狙うと青の場合は滑りますね。つまり青の時にここに赤青が止まると超番長なのではないかと思います。さあ今日初の雫ピックを消化してみましょう。さあ特に強い役を引くことなく白黄色黄色でミリヤードです。さあ続いてください。青なんで続いてほしい。ダメか。残念、単なる40ゲームの AT で終わってしまいました。さあ AT 残り5ゲームとなってまいりました。何かドラマは起こるのか。来た。なんだこりゃ。なんで乗った。これか。まあでも落ち星取れましたね。1138。さあまた引き戻しと、まだ天国のね可能性があるんでボーナスにも期待したいと思います。ないですね。さあ、前回ボーナスから91ゲーム回しまして天国の可能性がない、かつ頂き出しの引き戻しも確認できなかったので、まあ、時間もそろそろ終わりということでね、収録の、ここでとりあえず実戦を終えたいと思います。さあ3000枚そこそこ高いハードル私クリアできたのでしょうか。エンディングでご発表です。終わりました。実戦終了でございます。初の愛知県収録、関東東北以外での収録、今回が一発目でしたが、まあ、楽しい実戦になりました。もうそれは先に言って
置きます。間違いないですね。楽しかったは楽しかった。ただ3000枚っていう結構高いハードルを私がクリアできたのかどうかでございますが、まず投資からいってみますと100枚、少ないですね。この番組史上最も少ないかもしれませんね。でもって、獲得だから3100枚以上出てればいいってことでしょ。はい、2395枚でございました。というわけで、プラス2295枚ということで、まあ、700枚ぐらい足りませんでしたね。これでもね、十分な結果だと思いますよ。その半日足らずの実践ってことを考えればね。ですが、まあ、3000枚引いたのは僕なんで、それを達成できなかった、ね、ちょっと切ない感じですが、勝ったのに切ない感じですが、まあ、今回もミッション非達成未達成ということで T シャツの方をプレゼントさせていただきたいと思います。まあ、勝ったんでね、いい勝負したんで、今回も1枚と言いたいとこですが、なんか最近あの結構勝ってるんですよ。で、勝ってるけど達成できないステ1枚が多いんで、なんかケチくさいと思われてもあれだから、この3枚にしましょう。3枚、はい。今回35回ですよね。はい、35回の、プレゼント当選者は3名ということですんで、振るってご応募いただければと思います。さあ、ご覧の通りの結果となった第35回なんですけれども、初収録、愛知県初収録ということで、たくさんの方が今回ね遊びに来てくれました。ちょっとまたご当地お土産をいただいたので、これね、あの愛知に来た方、愛知というかもっと狭い範囲のあれなのかもしれないですけど、これね、名古屋なんだな、でも名古屋、はい、カエルまんじゅうでございます。なんかパチスロのイベントとかに使えそうな使ったら怒られそうな感じですよね。はい、でこっちがカエルまんじゅう、まあ、結局カエルまんじゅうかって話なんですけど、カエルまんじゅうのこっちがなんだ、お芋味、季節限定だそうです。なのでこれから、愛知に来られる方は、まあ、この時期いいんじゃないでしょうか。お芋、秋ですからね。そしてこれがね、ありがちだね言っちゃうけど、あのチップスターの名古屋限定味みたいな感じですね。手羽先甘辛醤油味だそうです。まだねどれも手をつけてないん で手をつけて食べた感想は、まあ、多分言わないですね。はい、というわけで、今回もいろいろいただきまして、わざわざ僕のためにね買ってきていただいて本当にありがとうございます。ただもう何度も言ってますけど、僕のためなんかにお金は使わないでいただいて構わないんで、あのもう遊びに来るときは手ぶらで来ていただいて全然、もうその気持ちだけで十分ですんで、また皆さんの遊びに来てくれるのをね待ってますんで、ぜひ収録に来ていただければと思います。さあ、そんなわけでいろんな意味で盛り上がった第35回、愛知県初収録でしたが、今日打った台番長は、まあ、前日がすごい稼働してて、多分出玉も非常に伴ってたのかなとデータを見ると、でそれの据え置きであればいいなと思ったら、据え置きかどうか判断する前にこうダダダッと出てしまったわけですが、その後の挙動を見るに、まあ、引き戻しとかね、ART の、あ、AT の引き戻しとか、あとは通常 B のモードにね、行ってみたりとかいう感じを見ると、まあ、優秀大の据え置きだったのではないかという推測でございます。で、まあ、結果も伴ってますんでね、楽しい実践になりました。またこちらのホールさんで実践することもあると思いますんで、その時は、まあ、今回以上の結果を残してまた楽しい動画になればいいなと思っております。そして、このマリモ道も36回、7回、8回、9回と、
もう40回がね見えてきてますんで、これからも頑張っていきますんで、ぜひご声援とご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。